どうも、大悟です。というわけで、今回はですね、やりたいことをやればやるほど、人生がうまくいかなくなってしまう人の特徴についてご紹介したいと思います。やりたいことをやってる人って幸せなんじゃないの？と思う方いらっしゃると思うんですけども、これ実は条件があるんですよ。正確に言うと、やりたいことをガンガン目指す前に、あることをちゃんとできるようになっておかないと、僕らってむしろ不幸になっちゃうんじゃないの？って研究がですね、ありますんで、これをご紹介したいと思います。これどういうものかっていうと、もう簡単です。お金儲けです。はい。って今思ったと思うんですけど、大体ほら一般の人って若い人もそうなんだけれども、世の中お金じゃないって言って、まあ好きなことの方をやろうとして、それからこう、なんとなく儲かるとかってルートをたどりますよね。好きなことが優先で、お金は後回し、物欲とかお金に僕ら興味がないんですっていう若い人が増えてますが、これ実はですね、沼への入り口かもしれないんですね。そんなことを示す研究がありますんで、今日はそれをご紹介します。こちらの研究はですね、政治心理学者のジョン・ジョスト、さんたちが率いているチームが行った研究ですね。これ低所得読者の人たちのこう考え方とか行動パターンを調べるっていうそういう研究なんですが、これね、とんでもないことが分かったんですよ。実はね、僕らって低所得の人の方が 17% も高所得な人に比べて経済格差、いわゆる格差、お金の格差とかですね、これが当然だっていう風に考えるっていう、そんな研究なんですよ。まあ、低所得な人の方が、まあ、お金のね、貧富の差があるのって当然だよねっていう風に思っちゃってたんです。受け入れちゃってたんですよ。普通はさ、自分たちが不利な立場にいるんだから、現状を変えなくちゃ。ね、今の世の中ってのは経済格差がひどすぎて、お金持ってる人たちが全ての富を独占してるからけしからんというふうに思うのが普通だと思うんですけれども、どうやらこれ逆っぽいんです。お金持ってる人の方が貧富の差がこんなにあるのはおかしいっていうふうに考えてるんですよ。意外ですよね。で、これなんでかっていうと、お金がない人って、この研究一応ざっくりまとめると、お金がない人の行動をいろいろ調べると、お金がない人ほど現状維持を求めやすいっていう、現状を肯定しやすい。まあ、しんどいこともあるし、面倒いこともあるし、嫌なこともいっぱいあるんだけど、でもしょうがないよね。もう現状こうだからしょうがないよねっていうふうに、その、現状を変えようとする努力を、とか、現状が変えるっていうふうに思える感覚っていうのが、お金がない人はすごい少ないんですよ。だから結局自分の人生を変えることはできないから、好きなことをやろうと何をしようと人生が変わらない。だからまずは、お金を儲けるための勉強をしたりとか、お金儲けってことに一回ね、パラメータを全振りして、経験値全振りしてもらって、で、ある程度お金を稼げるようになってからやりたいことを目指すってことをしないと、まあおそらく、この貧困と現状維持の罠にはまってしまうので、自分の人生が変えれなくなりますよっていうそういうお話なんですね。はい。実際にですね、これいろんな研究がこの中にあるんですけれども、特にね、所得がすごく低い人たちっていうのは、経済格差が、むしろ受け入れてるどころか必要なんだっていうふうにですね、考えちゃってる人がいたりとか、あとは、いわゆるこう表現の自由ってありますよね。僕らって言いたいことがこう言えるじゃないですか。普通に言うだけだったらまあね、ただだと思うんですけども、こういうふうに自分たちの言いたいことを言うべきかどうかってことに関しても、お金がない人ほど表現の自由の権利を、まあ、捨てることを厭わないっていうふうに思っちゃう傾向があったんですね。要するに自分たちが言いたいことが言えなくなっちゃっても、まあそれはそれでしょうがないよねっていうふうに思っちゃうんですよ。だから言い方悪いけど、ほら独裁者とかがさ、持っているさ、すごい貧しい国とか世界にあるじゃないですか。で、ああいう国の人って僕ら不思議ですよね。なんでそんなひどい状況にいるのにその声を上げないんだろうかっていうふうにみんな思うと思うんですけど、これ実際そうなんですよ。要するに自分たちが死んだ状況にいるんだけど、その現状を受け入れちゃうんで、貧困層の人たちって。だから変わらないんですね。ブラック企業に入ってる人が人生変えられないのも全く同じなんですよ。うん。で、その他、ま、いろんな研究とかひっくるめても、やっぱり、所得が著しく低い人たちっていうのは、一貫して、所得がたくさんある人よりも、現状を維持する。そして、現状がどんなに辛いもんでも、それを支持してしまう。まあ、しょうがないよね。こういう現状だからね。っていうふうに、支持しちゃう傾向があったんですね。はい。だから現状によって害を被ってる人ほど、まあ、これ逆に、そういった状況に疑問を持ったりとか、異議を唱えたりとか、それを変えようっていう努力をしないということが、示唆されたんですね。辛いですよね。で、実際に他にも面白い研究は結構このね、データセットというか、この調査の中にはいっぱいあって、例えば政治とかもそうなんですよ。政治とかも、その政治の内容がいいかどうかとかってことをあんまり考えないで、みんなが支持してたらその人を支持するし、みんなが叩き始めたらそれを叩くみたいな、流せやすいっていう傾向も、まあ、貧困を抱えてる人たちにはあったんですね。だからまずは未来を変える力を手に入れるためには、現状を変えるっていう決断をしなくちゃいけないんですよ。で、この現状を変えるためには、一定以上お金を稼いで、再貧困の状態から抜け出してあげないと帰れなくなっちゃうので、まずはお金を稼ぐことを勉強してから、それからやりたいことをやった方がいいですよってですね、そんな研究でした。ぜひですね、お金を稼ぐということは悪いことじゃないんで、そこの勉強から始めてみてはいかがでしょうかという話でした。はい。一応ね、おすすめの決断力を高めるための本も概要欄に入れておきますんで、よかったらこっちもチェックしてみてください。で、今日のおすすめの動画は、成功したいなら情熱と協調性を捨てよという動画、今日の続きの動画としておすすめしておきます。概要欄の方から今なら20日間無料で見れ
れます。大体ほら、情熱とかさ、協調性とかみんなが大事で、みんなでチームで頑張ろうとか、協調性を持って頑張ろうとか、情熱が大事なんだとかいう人いますけど、はっきり言います。成功したいんだったら情熱と協調性は早めに捨てるが吉ですね。はい。その方が収入が高くなります。で、それから別に好きなことを追い求めればいいと思うんで、まずは情熱と協調性を捨てて、そこからお金を稼ぎましょうという話を解説してます。ぜひ概要欄の方から、今なら20日間無料です。チェックしてみてください。まあ、コメント欄の方にも入れておきますんで、よかったら合わせてみてみてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。